600はイギリスのローバーグループが1993年から1999年まで販売していた乗用車である。1993年4月にローバー800とローバー400の間を埋めるべくしてデビューした D セグメントカーである。サイズ的にはミドルクラスと言われるものでメルセデスベンツ C クラスや BMW3 シリーズ、アウディ A4。 オペルベクトラなどをライバルとする。リチャード・ウイリーが手掛けたボディデザインは空力特性 CD1 イコール0.31を達成し、英国車らしい雰囲気を感じられるもので1994年のブリティッシュデザインアワードを受賞した。一部メカニズムを開発当時提携関係にあったホンダの欧州市場向けホンダアコードと共有しており、日本国内に 正規輸入されたモデルはすべてホンダが設計したエンジンを搭載していた。エンジンの生産は英国スウィンドン工場で行われ、サイ 1C16 バルブ2.0リットルホンダ F20Z1 型、DOHC16 バルブ2.3リットルホンダ 123A3 型ガソーリングエンジンが用意され、後にサイ 1C16 バルブ1.8リットルホンダ F18、 A3 型ガソリンエンジンが加わった。全車4気筒であるが、ピストン上下運動をマイナス振動で打ち消すツインバランサーシャフトと電子制御油圧エンジンマウントを搭載し、振動対策をしていた。600に搭載されたホンダ製ガソリンエンジンは、日本国内のホンダ車用とは末番号が異なり、同型のものとは細部が異なる。 特に上級の623スリーに搭載の H23A3 エンジンは当時のホンダエンジンラインアップから見ても4気筒のフラッグシップシリーズにあたるものでカーボンファイバーと酸化アルミニウム繊維を混合した FRM 素材のシリンダーライナーを採用しピストン側にも亜鉛メッキを施し排気系も4から2集合液ゾーストマニホールドとするなど細部にわたってチューンが行われている また、日本未投入であったが、DOHC16 バルブ2.0リットルのローバー T シリーズガソリンターボエンジンを搭載した 620Ti や2.0リットルの自社製直噴ディーゼルターボエンジンを搭載した 620ST も追加された。620Ti は最高速度時速 230km とされている。サスペンションは前後ともに ダンパーとスプリングを別個に配して、ショック吸収のみに使用できるダブルウィッシュボーンが採用されていた。ローバージャパンが1994年11月から販売を開始し、当初2.0リットルの6 2 3と2.3リットルの623スリーが発売された。94年4月に行われたローバージャパンのフェアプレイ制作の影響もあって販売価格が 輸入車としては比較的安価であったこともあり、英国製乗用車としては異例の発売開始1ヶ月で約1000台の受注を得た。その後、布シートを採用した1.8リットルの廉価版 618SI も追加された。変速機はすべて4速 AT であった。1998年に生産中よされ、1999年に ローバー800と統合された後継者、ローバー75が発売された。ありがとうございます。